藤枝舞 FC は 2-2 でファジアーノ岡山に引き分けた。前半22分、左 CK から頭で合わせられ先制を許した。序盤に出花をくじかれたチームは相手の固い守りに苦戦。シュートまで持ち込める決定機を作れず前半は0対1で終了した。後半は、ボールを保持しながら敵陣でのプレー時間を増やしていった中、途中出場の MF 徳永雄大、28、が試合の流れを変えた。同24分からピッチに入った6分後、左からのクロスに反応し、ゴール前での競り合いを制して同点ゴールを決めた、胸で押し込みました。得点できて、ようやくスタート地点に立てた気がする。でも今日は勝ちたかった、と悔しさを見せた。アシストを決めた MF 榎本圭吾、23、は、その2分後にも左サイドから仕掛けて相手のオンゴールを誘い2-1で逆転。二つのゴールに絡めてよかった。後半のプレーを前半から出せればよかった、と反省を口にした。終了間際のロスタイム1分、粘る相手にゴールを奪われドローに終わった。チームは開幕2連勝も、その後の6試合で1勝1分け4敗でリーグ12位。須藤大介監督、45、は、先制されても粘り強く追いついたことは評価したい。試合を重ねながら、選手には勝ち切る力を持ってほしい、と今後に期待した。次戦は12日、ホームで同21位の千葉と対する。チームスタイルを変えず一戦必勝の構えで次の1勝を目指す、山口正久。